二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を抑えたクリーンエネルギーの活用方法を考えるシンポジウムが深谷市の埼玉工業大学で開かれました。シンポジウムには埼玉工業大学の学生や近隣の高校の関係者などおよそ70人が参加し、筑波大学数理物質系の辻村誠也准教授がバイオ燃料電池をテーマに講演しました。辻村准教授はバイオ燃料電池は糖やアルコールなどを電池の燃料に変換したもので、化石燃料を使わない脱炭素社会の取り組みの一つと紹介しました。バイオ燃料電池の例として辻村准教授は人の汗で発電する研究を進めています。手首に取り付けたセンサーが人の汗を感知して起動し、心拍数や体温を腕時計やスマホと連動させて通知する機能を開発していて、熱中症対策にも役立てられる可能性があるということです。辻村准教授は太陽光発電など大きな電力だけではなく、人の体などから生み出す電力も取り入れていくことが脱炭素社会を進めていくためには重要だと伝えていました。